はい、こんにちは。IR 法案。IR。IR 法案が、で、今後これがどうなるのかちょっと詳しく知りませんが、IR 法案、なんですかこれ、一気に路頭に迷うかどうか知りませんが、まあ、統合リゾート型なんとか法案ということらしくて、要するにギャンブル、カジノを認めましょうという法律が成立したんですよね。で、まあ、この後、今後どうなるかわかりませんが、ギャンブル。日本では刑法で賭博罪っていうのがあって、もちろん金をかけるのは禁止です、法律違反ですと捕まります。そうすると、競馬があるじゃないかと、競輪あるじゃないかと言うと思いますが、競輪や競馬ってのはちゃんと特別に競馬法とかっていう法律があって、認めてますと。一般的に法律っていうのは特別法は一般法に優先するっていう原則があって、まあ、例えば民法、私人間、私間同士で金を貸した、借りたとかっていうのを、時にどうするかっていう法律、民法がありますが、その民法の大原則に、契約自由っていう原則があります。もう私間同士で売買契約する、賃貸借契約するってのはもう、あくまでも私人間同士の自由ですよっていう、契約自由の原則があるので、ですから例えば、スーパー行って必ず私たち物を買えるとは限らないです。っていうのは、スーパーの側で、いや、あなたは、嫌いだから、店長があなた嫌だから売りたくありませんって言われたら、こっちは買う権利があるわけじゃないんです。スーパーと私っていう私人間同士で物の売買するにはお互いの合意の上に成り立つものであって、嫌な客にわざわざ物を売る必要はないんで、もう特に飲食店とかだったら、前回嫌な思いした客に、あ、ちょっと帰ってくださいっていうことはもう店として言う権利はありますと。っていう、まあ、契約自由の原則っていうのは民法の大原則ですが、じゃあそれを、突き詰めていくなら、じゃあ大家と家を借りている人っていうのは、まあ、私人間同士の賃貸借っていう自由が契約の自由のもとに成り立ってますが、じゃあ大家の方から、あ、ちょっと都合悪いんであさって出てってって言われたら、それは借りてる家を借りてる方の人は困っちゃいますっていうんで、借地借家法っていう特別法があって、大家の権利をある程度制限するっていう特別法があるから、それは一般法である民法に優先するのと同じで、刑法で賭博罪っていう、ギャンブルダメよっていう法律がありますが、競馬法っていう特別法でギャンブルを認めてるっていう、なので、公営ギャンブル、競輪、競馬、競艇、あとなんだ、元スマップの森君がやってるオートレースとか、あと宝くじ、あと年玉記念がはがきとか、そういうのもギャンブルです。そういうのは一応特別法で認められてるから認められますと。で、さらに今回 IR 法案でカジノができるらしいですと。で、じゃあそこでギャンブル必勝法っていうのがあるのかというと、ギャンブルについて、健全な視聴者の方はやったことないっていう方のために説明しておくと、ギャンブルっていうのは、日本のギャンブルは必ず胴元が儲かるようにできてます。胴元は主催者ですね。世界を見渡すと、必ずしもそうではなくて、例えば有名な英国のブックメーカーは、オッズを先に発表しちゃいます。例えば有名なところで言うと、ワールドカップでどこの国が優勝するかっていうのを、最初にもオッズをボンと発表しちゃうと。そうすると、まあ、ワールドカップ今まで下馬評通り優勝した例ってあんまり思い浮かばないんですけど、私がワールドカップ見始める前の1970年のブラジルなんかだったら、きっとあれペレの全盛期で下馬評通り優勝した最もいい例かなと思うんですけど、その時英国のブックメーカーがブラジルに何倍のオッズつけたか知りませんが、もしもあの時のブラジルに2倍っていうオッズをつけて、ブラジルで2倍つくんならっつって 80% ぐらいの人がブラジルにかけちゃったら、ブックメーカーは大損しちゃうことになりますが、日本の公営ギャンブルはそういうことは絶対なくて、日本の公営ギャンブルの、まあ、例えば競馬の仕組みで言うと、私、まあ、東海帝王が負けてからはもう競馬やめちゃってもう20年以上経つんですが、私がやってた頃に、まあ、オグリキャップとかが全盛期の頃は、有馬記念っていう年末のレース、1レースで600億円の売り上げだったんです。1レースで。確か。で、そうすると、で、この600億円の行き先はっていうと、当然、単なる売り上げなんで、当たった人にもちろん配当として返してます。それが約 75%、4分の3ですね。
なんで450億円は当たった人に返します。で残りの150億円で、まあもちろん馬主への賞金とか、騎手への賞金とか、競馬場を運営する費用、窓口で馬券を売るおばちゃん、今は、多分マークシートでしょうけど、そういった人の人件費に150億円が行き渡るんですけども、じゃあ要するにでもじゃあ買った人はっていうと、もちろん当たった人は儲かりますが、で外れた人は もちろんすってんてん、それはもうギャンブルの原則で当たり前なんですが、じゃあ1年間通してコツ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 競馬をやり続けると、例えば1年間に600万円競馬に使った人は平均すれば450万円になっちゃうと。で、胴元は必ず150儲かるっていうのがギャンブルの仕組みなんですが、で、まあ胴元は必ず儲かる。ですから今度できる IR 法案でももちろん入場料を取るでしょうし、まあ胴元が必ず儲かるようにできてるんですが、ギャンブルには必勝法が実は存在します。っていうのは、オッズが、オッズって当たった時の配当が2倍っていう、必ずオッズが2倍ですっていうギャンブルがあったとするならば、最初に1かけますと。外れちゃいましたと。じゃあ次2かけますと。また外れちゃいましたと。じゃあ次4かけます。外れちゃいました。じゃあ次8かけます。当たった。で、オッズ2倍だから16もらいますと。じゃあ今までかけた金額はっていうと15。なんで1儲かると。で、これがまあ、ご存知の方多いと、かと思いますが、売買法っていうやつで、これはもうまさに投資数列の和の、もうまさに数学なんですけども、1から始まって、じゃあかけた金額の合計 SN とすると、1たす2たす4たす点点点、2の N 引く1乗。じゃあ、かけた金額の合計は、じゃあここで当たったとします。じゃあここで当たったとすると、もらえる額はこれの、オッズ2倍だから2倍なんで2の N 乗がもらえる額。じゃあ今までかけた金額の合計はっていうと 2SN してやると242の N 乗なんで引き算して SN は2の N 乗引く1。投資した額が2の N 乗引く1。当たってもらえる額が2の N 乗なんで2の N 乗引くかっこ2の N 乗引く1で1必ず儲かると。いうのが、この売買法ですが、今まで、これですから、連敗に耐える金額持ってれば絶対に勝てるギャンブル一生です。でもじゃあ、日本で今までそれができなかったのは、オッズが必ず2倍っていうギャンブルが存在しなかったからです。オッズは競馬とか競艇、すべて誰がどれぐらい買うかによって変動していくんで、必ずオッズが2倍ですっていうものはなかった。ところが、今度 IR 法案できましたと。カジノがどういったものなのか行ったことないか知りませんが、きっとカジノっていうぐらいだから、ルーレットあるでしょうと。ルーレットっておもちゃのルーレットは見たことあるし、やったことあるからわかるんですけども、ルーレットっていうのは、1から36の、まあ、数字が書いたところにボール、球が転がって、それが当たればいいっていうので、書き方としては、まあ、その数字もろにボンっていうのもあれば、36個の数字が赤と黒に分かれていると。赤18個、黒18個。で、赤が黒っていう書き方もあって、で、それが当たれば2倍っていう、まさに必ず2倍っていうギャンブルです。で、まあもちろん、胴元が儲かる分として0と00があって、これは、0と00に入ったら、誰も当たりじゃない。で、胴元が儲かるんですが、でも、今の理論で言うならば別に、確率は 50% じゃなくてもいいと。どっかで当たった瞬間やめればいいんで。なんでまあ、この程度だったら、まあ、せいぜい 48% かそれぐらいで当たるならば、まあ、20% かと連敗がきついですけども、48% ぐらいで当たるならば、まあ、15連敗とか、まあ、めったにないだろうというのであるならば、どっかで勝ってやめればいいんで、売買法は成り立つと。で、さらに売買法の完璧な方法としては、2人で組んでやると。で、別に一人でやってるんですけどね。一人二人すればいいんですけども、A さん、まあ最初の一回目はやってもやらなくても同じようなもんだからいいんですけども、で、じゃあ一回目 A さん当たりましたと。で、B さん、外れた方は売買法やる。で、当たった方はリセットして最初から。で、また A さん当たった。じゃあ B さんは外れてるんで売買法続ける。で、A さんは当たったんでリセットでまた1から。で、今度 B さん当たった。で、B さん当たって、ここで当たれば8もらえる。で、A さんは外れたから
売買法をやっていくと。で、やっていくと、N 回やって、まあ、ちょうど大きく負けてた人が終わった瞬間にやめれば、N 回やれば、N-1、2人、まあ、1人で1人なら、要するに、N 回やれば N-1 必ず儲かる。だから、連敗が続いて、512負けた、で、次1024かけて当たったっていう時にやめればいい。そうすれば、必ず N-1 儲かるという必勝法があります。果たして IR 法案でこんなこともきちんと考えているのかどうかは私は知りようもありませんと。じゃあ以上です。ありがとうございました。